うるさりうるさりとは、ロマのうち伝統的に動物の調教を制御とする、放浪民のこと。ルーマニア語で、熊を意味する、ウルスに由来し、熊使いと訳すことが多い。リチナラとも、もともとヒグマやオナガザル、ヘビを用いて、大道芸を行いつつ、同族婚を繰り返してきたが、大部分は1850年代以降、定住するようになった。ブルガリアやモルドバのほか ルーマニアでは40部族の一つと認知されるなど、ロマ共同体で重要な役割を果たしている。また、セルビアやオランダ及びイタリアといった西欧諸国でも居住者が少なくない。ルーマニアやモルドバで用いられるバルカンロマ語の一方言も、うるさりと呼ばれているが、民族的にうるさりに属するもののほとんどが、ボヤー主同様に、ルーマニア語を母語とする。 ロマの内心地に属するかそうでないかに関しては、学術条件会の一致が見られない。2004年に、ルーマニアが347人のロマを対象として、行った調査によると、150人が自らをうるさりと、答えたという。ブルガリアで熊やサルを扱うルーマニア語話者のロマは、メチュカリやメエムナリア、あるいは、うるさりと呼ばれるが、ルーマニアのうるさりとは異なる集団、あるいは、 ボヤー種に属する一派とみなされたり、もしくは、イタリアで、ウルサリとされる人々と同族とみなされることがある。ルーマニア及び、ブルガリアのドナウ川沿岸部に住むコシュニツァリは、ウルサリに属する。一方、ギリシャのメドベダラやスロバキアのリチュから、トルコのイスタンブール地域のロマ・アイジネスなどは、職業の点で共通しているが異なる言語や方言を、話しており、ウルサリとはみなされない。 踊るマといルサリを描いた印刷物クマ使いの集団は早くも十二世紀にビサンティン帝国内を移動していたことで知られ、この時期ギリシャの教会法学者テオドーロス・バルサモンは彼らをロマと関連のある集団として述べている。その後彼らは他のロマ集団とひとまとめにエジプト人と呼ばれるようになった。1840年代から1850年代に かけて廃止されるまで、ドナウ広国においては奴隷であった。ただし、ボヤーシュやカルデラシュロマの家事や集団と同様、放浪生活が許されてはいた。こうした奴隷を、ライエシと呼ぶが、19世紀前半までには、国家所有のローマのほとんどが、私有のロマとは、対照的にライエシとなる。ライエシは、毎年、ワラキア並びに、 モルダビアへ一定の金額を納めなければならず、当時はラキアを訪れていた、フランスの外交官であるエドゥアール・アントワーヌ・トゥベネルは、これが20から30クルシュに上ると記述。家族単位の構成を好むとする資料があるものの、20世紀には、パノロマと同様、大規模な部族集団となる。ルメリアへ赴くカルデラ州に随行することが古くから、あり、そのことが、 メチュから共同体の誕生につながった。トゥベネルは、ウルサリの悲惨な境遇を記しており、ヒグマの扱いを引き合いに出しながら、次のように述べている。小熊の頃に捕まえて調教し、害を与えないようにしたヒグマを追いかける。カルパティアのヒグマは、ノールのそれより、かなり小さく、ネイモーでもないため、比較的温便に調教した。物好きな農民の気を引くため、村ラを回っては、 スーペラを集めていた。また、トゥベネルによると、田舎者が魔術のせいにするほど、獣医技術に優れていることでも知られた。熊使いに加え、野生動物の取引や猿の飼育、調教でも名高い。このほか女性は占いにも従事。トランシルバニアのウルサリ1880年代以末に入ると、1855年に、モルダビア国王グリオーレアレキサンドル議家の下で、 奴隷制を廃止した歴史家、政治家のミハイ入る小軽ニセアヌは次のように主張している。未だジプシー集落に住むライエシジプシーや現在野獣の調教をしながらも、その土地で暮らすうるさりは、ともかく、それ以外のジプシーのほぼ、すべては多くの民族が混交している。そのため、朝黒く南アジア様の顔立ちや想像力の豊かさによってでしか見分けることができない。 ルーマニア王国成立後もなお、ウルサリは特に、ブカレストやバカウなどの地方都市で開かれる、大道芸や見本市との関連が深い存在であった。アレクサンドル・ヨアンクザの知性化で早くも、職業音楽家のラウタリや、カルシャリ、見世物小屋といった、各種園芸に力を入れるようになる。また、同時期には、ザブラギーと呼ばれる、金属製造業のヒアトイ労働者としても従事。 19世紀末になると、当時帝政ロシアの支配下にあったベッサラビアでも、存在が確認されるようになり、現地住民は、シャトラ氏と呼ぶことが一般的となった。1850年以後、ほとんどがオーストリア・ハンガリー地域やボスニア出身とみられる、集団が散発的に、精神、北ブラバント州など、オランダ各地にも初めて姿を現した。なお、同国には、 現在も子孫が生活している。セルビアのクラグイエバツ周辺でも同様の動きがあり、こちらはイタリア北部および中部に移動。オランダでは中央政府がロマの存在にも反発、ジプシーの楽園をすに至った。一方、地方政府の反応はより恩恵で、他の部族はともかく、うるさりだけは現地社会に同化することを許されたという。やがて他部族が国旗や 比較の製造販売を始める中、サーカスに参加するか、ラウタリに関わるようになる。クマはタンバリンに合わせて踊るよう調教されたり、直立歩行などを行うよう訓練を受けたりした。しかし、調教の過程における鉄棒や花輪の使用が、動物福祉の支持者から注意を弱気。1920年代以降には早くも、批判の対象となり、ドイツでは、 政府がうるさりの商売を禁じるに至る。音楽に合わせ、小熊の足を燃やす訓練も報告されている。第二次世界大戦初戦期には、鉄鋭団による弾圧の一環として、ルーマニア軍閥政府のコンスタンティン・ペトロビチェスク内相がうるさりに国内市町村での熊使いを禁じる政令を再開している。この措置について公式には、そのような活動が、 チフスの蔓延を助長させるという説明がなされている。その後数年の間に、イオン・アントネスク政権下で、ホロコースト政策の一環として、トランスニストリアへ、国外追放となる。戦後、熊使いの禁止は、東側諸国一帯で立法化、ルーマニア社会主義共和国ではうるさりが都市への、立ち入り禁止を命じられている。また、ゲオルゲ・ゲオルギュデジ並びに、 ニコラエ・チャウシェスク両政喧嘩で、放浪民のロマは、定住政策に服することとなった。熊の衣装を身にまとう少年ルーマニア革命後の1991年4月から6月にかけて、ルーマニアジュル受験内各地のうるさりが襲撃の対象となった。うるさりたちは、居住地を追われ、家屋を焼かれた。発端となった町では、報復として、 ルーマニア人学生のクリスティアン・メリントが殺害されており、実行犯の青年が後に、懲役20年の刑に処せられた。なお、アメリカ人作家のイザベル・フォン・セイカによると、家屋に火を放ったのは、大勢の地域住民とされ、火が及ぶよう家屋につながる電線を切断して、回るなど、計画性が濃いのではないかという。こうした、襲撃事件の根本は、かつての放浪民が、 社会主義体制期に特権階級であったという認識と並んで定住政策の失敗にあるとする評論家は多い。同時に、ルサリガ絡みの犯罪行為に関しては、これとは別の報告もなされてきた。差別意識の払拭が十分になっていないという点である。現に、ヒウルサリ系ロマの家屋は、1991年の事件で対象となっていない。また、襲撃に加わったのは、 ルーマニア人のみならず、古くから地域社会に溶け込んでいるヒュルサリ系ロマとも言われる。土地を追われたウルサリは、未来単、ブカレストやジュルジュに定住し、1991年5月に帰還を果たすも、再び地元住民により追い出されてしまう。当局はウルサリに退去した方が良いとの通告をしたと言う。2005年までに、ウルサリは、かつて彼らが居住していた。 国有地に対する権利書を発行するように求めたが、当時す、地方当局は訴えを却下し、問題の土地の帰属はまだ議論が続いているとした。また他にも、購入可能な土地はあると指摘している。このような熊使いや大道芸を圧迫する、数々の処置にもかかわらず、そうした芸は、旧東側諸国で今も、人気を博している。かなり珍しくなったとはいえ、 現在でも東欧各地で、うるさりによるクマ使いを見る機会は少なくない。ロマの中でも、カルデラ種やロバリ、ガボリと同様、同族婚を行う。自らを、ブラフ人やルーマニア人としたり、他のロマとは別と考えるメチュカラは多い。一般的に、うるさりの共同体は、ヒロマとの性的接触を禁じ、見合い結婚を推奨する傾向にあるが、 ボヤー書の共同体内部での近親婚を認めてきた。また、この習慣は、廃れてきているものの、10代での結婚が許されている、数少ないローマでもある。多くは、古くから、正教会に属するが、ペンテコステ派など、プロテスタント各派を信仰。なお、セルビアやイタリアのウルサリは、セルビア正教会の信徒であるケースが多い。守護聖人、アンデレの生命祝日である、 聖教会歴の11月30日にあたる2月1日以降、伝統的に祭日としている。21世紀に入り、新約聖書がバルカンロマ語に順次翻訳。ポールウェイランド・バートレット作、ロマの熊使い原活にとして、熊にまつわる様々な信仰や習慣を維持発展させてきた。例えば、家畜を野良動物から守る意味を込めて、 民家の中庭に熊を展示したり、若者の多産や、後者の習慣は、廃物の民間療法とみなす、ルーマニア人の間で、極めて人気が高い。これを行うため、うるさりを家に招き入れることが、復活祭やクリスマス、大晦日の風物詩となっている。国旗製造者の間では、贅沢品である熊油の利用が浸透するようになった。 製品がより長持ちするためという。また、クマ油がリウマチや骨格以上の治療薬としても売られているほか、クマの毛はお守りとして有名。クマの東京は1990年代以降、動物愛護の観点から再び脚光を浴び、インターナショナルヘラルドトリビューン市場で批判キャンペーンがなされた。スタラザゴラ州のウルサリの元を訪れたイザベル本聖家は、 残忍な調教法に研究しつつ、熊が一家の大黒柱である以上、適切な管理を行っているとも述べた。作品中に熊使いや動物たちを描いた芸術家は少なくない。中でも、ルーマニア人画家、グラフィックアーティストのテオドールアマンやアメリカ人、彫刻家のポールウェイランド・バートレットは特に知られる存在となっている。なお、バートレットの作品、 ロマの熊遣いはニューヨークのメトロポリタン美術館に展示中。1850年代以降、ラウタリ文化の形成に寄与してきた一方、伝統音楽もへとした一つのジャンルとして生き残っている。電子音楽と融合し、21世紀初頭のルーマニアでは音楽グループシュカーコレクティブが人気を集めた。熊遣いが用いた成果は以下のように動揺として今も歌い継がれている。 以下に掲げる、このロングバージョンは、バカウケンのうるさりが未だ歌い継いでいる。ありがとうございます。